皆さんこんにちは。古文図ルームのまさやんです。このチャンネルでは古典文法を中心に分かりやすく丁寧に解説していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録お願いします。さあ、今日から変革活用に入っていきましょう。今日は家業変革活用です。略して家変っていうやつだよね。で、この家変に属している動詞っていうのは1個しかありません。何かっていうとくです。くの一語、読み方はくね。ということは、これも活用表をこのまま覚えておけば OK です。なので、はい、活用表を見ていきましょう。語感は括弧してく、語感と活用語尾の区別がないものって、ここにさ括弧に入れてく漢字を入れるか、あるいは語感のところが丸になってたよね。で、未然形から命令形まではこんな感じです。こ、き、く、くる、くれ、こ、こよ。そして家業変革活用というふうに読んできます。はい、ではここも声を出して一緒にやっていきましょう。いいですか？じゃあ言った後に言ってください。こ、き、く、くる、くれ、こ、こよ。はい。OK ですかね。言えましたか？言ったと信じてましょう。で、これね、気をつけてほしいのが、漢字表記での注意っていうのが、その左側に書いてあります。漢字表記の注意ってどういうことかっていうと、右側のさ、活用表、未然形から命令形まで、ひらがなで書いてあるじゃん。でもこれをじゃあちょっと頑張って漢字で書いてみました。漢字で書くとこうなります。こ、き、く、くる、くれ、こ、こよ。まあいいよね。で、見てほしいポイントはこの赤丸で囲ってある部分。これ何かっていうとさ、漢字一文字で表されてるでしょ。そう、漢字一文字で表されてるのに読み方って違うじゃん。もし漢字一文字のこれが未然形だったら「こ」って読むし、漢字一文字のものが連用形だったら「き」って読むでしょ。なので本文中にね出てきた時に、もし漢字一文字だったら自分で活用形が何かなって考えてください。はい、それが左側にある練習問題やってみようです。二重傍線部の活用形を判断して読んでみてください。丸1から丸2、丸3と3つ問題作っておいたので、そのねそれぞれ二重傍線引いてある漢字が何て読むのか、さあ考えてみてください。どうぞ。はい、では確認していきましょう。まず丸1、これ何て読んだでしょうね。なんとなくで読んでる人ももしかしたらいるかもしれない。こういうふうに言った方がぽいからってね、結構いるんですよ。何々っぽいから「こ」って読んだとか「ぽいから「く」って読んだとかね。一応これ活用形判断してって書いてあるから、活用形が何形かなってのを考えてね。じゃあ見ていきましょう。丸1。丸1はここに注目、ざりに注目してください。ざりっていうのは何々ないっていう意味で、実は元の形が図です。図につながってるってことは、その前は未然形です。ということは、これはこ、こざりければって読みます。丸2、これどうかな。一応ね訳しておくと、人々がひっきりなしに訪ねてくるっていう意味です。で、まあこれね文の終わりになってきてるから終止形かなっていうところで「く」って読んでくれた人もいるかもしれないね。まあそれはいいよ、それでね。でもさ、3番はどうよ。いずら猫はこっちいて。訳してみると、どこ猫はこっちに連れて来いっていう意味です。はい、そう、命令形なんだよ。さ、文末に来て丸で終わってるのって終止形の時が一番多いんだけど、命令形もあるから、これも気をつけておいて。なので3番は命令形です。答えはこ。こっちいてこって読みます。まあこの辺のね、活用形判断してっていうのは、今の段階だともしかしたら難しいかもしれないけど、これからやっていくうちにだんだんと慣れてくるから、今もしも読めなくても心配しないでください。はい、ということで今日は家業変革活用をやっていきました。また次回お会いしましょう。お疲れ様でした。さようなら。